カルピスウォーターをかっこよく撮る方法4選。まずスマホをひっくり返して波が後ろから来た瞬間を撮る。2、今度は波打ち際で上から撮る。3、川の流れと一緒に撮る。4、流されないようにカルピスウォーターを置き、スマホをひっくり返して少しだけ明るさを上げて撮る。